岡山県との県境にある鳥取県日野町の日野病院です。ここで看護師として働く千葉渚さん23歳。自分で起き上がれますか？足を置いときますね。看護師になってこの春で3年目を迎えます。入院患者の食事介助や薬の在庫確認など日々忙しく働いています。患者さんの命を預からせてもらってるみたいな責任感があって常に緊張はしています。大変な時もありますけどやりがいっていうのもあります。命に寄り添う仕事。千葉さんが看護師を目指したきっかけは、12年前の東日本大震災でした。当時小学5年生だった千葉さんは福島県郡山市で生活。学校で大きな揺れに襲われましたが、校庭に避難し無事でした。福島第一原発の事故の直後、千葉さんは両親と弟の4人で福島県から鳥取県大山町へと引っ越しをしたのです。行ってきます。バイバイ。バイバイ。友達に別れも言えず福島県から遠く離れた鳥取県への突然の引っ越し。新しい学校、新しい教室、新しい教科書。転校することになった千葉さんには戸惑いもありましたが、新しい友達や地域の人に支えられたといいます。友達とみんなで楽しく過ごしていきたいと思います。そして米子北高校に進学し取り組んだのが小学2年生から続けてきた空手です。極真空手の大会で世界一になるなど輝かしい成績も残しました。小学校、中学校、高校と多感な時期を鳥取で過ごしてきた中、千葉さんが見つけた夢。自分自身東日本大震災の経験を味わったじゃないですか。医療が追いついてなかったりしたんで、自分はこの鳥取県に来ていろんな恩をもらってたので、今度は自分が返す番だと思ったんで、看護師になってそのいろんな人を助けていきたいなと。あれから5年、千葉さんは高校卒業後専門学校を経て、一昨年の春看護師の夢を叶えました。社会人生活のスタートはコロナ禍の真っただ中でした。面会制限など多くの規制が強いられる中、病院で過ごす多くの患者を見て、東日本大震災の時と重なる部分がありました。私も東日本大震災を経験して、大事な人とこう別れてしまったり、ちょっと状況は違くても今コロナの関係で大切な人と会えないっていう患者さんはとてもなんか寂しいだろうなって思うので、少しでもその寂しさをなんか埋められたらいいなって常に日々の看護で思っています。人に寄り添う看護の仕事を通し鳥取県に恩返しがしたい、そんな千葉さんを同僚も頼もしく見ていました。いや、すごく頑張り屋さんで一生懸命何事も取り組めているので、素晴らしいし安心して仕事も任せられます。鳥取での生活は12年になりました。千葉さんはこの地で夢を叶え次なる夢へと進んでいます。
まだここの鳥取県では今までもらった恩を自分では返しきれてないと思うので、しっかりした頼れるような看護師さんになってから福島の方に行きたいなって思ってますけど。現在福島県には祖父母が生活していて、いずれは福島でも生活し恩返しがしたい。震災、そしてコロナ、さまざまな経験を通し千葉さんは力強く歩み続けています。